親とさ、スマップの木村拓哉です。今日ですね、こういう広いところに来てます。向こうの方は車が走ってますね。で、こっちはなんかソーラーがあってね、開けてる場所なんですけど、僕こういう格好してますね。はい、こんな感じです。はい、今日何するかって言ったらですね、僕いつも車の動画、犬の動画、バイクの動画、まあ他にいろいろ語ったりとかいろいろしてるんですけども、まあ DJ の動画とかね、まあ DJ の動画はあんま出してないか。僕の動画でいつもエンディングで使ってる動画あるじゃないですか。で、それ僕ダンスしてるんですよね。で、ダンスしてて、で、それで僕ね、ダンスの動画ってあんま載せてないじゃないですか。今日はね、ダンスの動画をね載せていこうと思うんですけど、まあレクチャー動画ですね、ダンスのレクチャー動画やっていきたいと思います。ってことで、まあ僕が一番得意な動画 YouTube で出していきますんで、スマップの木村拓哉が、教えていきます。基本的なステップをね今日は教えていきます。はい、ポップコーンっていうステップやっていきます。普通に立ちます。はい、そしたらまず真正面からいきますね。左足上げます。左足上げますね。で、こっちの足蹴ります。こうで、蹴るときにちょっと後ろに下がります。こうです。はい、こっち向きでいくと蹴ったときにバックしますね。はい、こっち向きでいきます。蹴った時にバックします。そしたらですね、蹴った時にバックしてこの足を入れ替えます。こうですね、入れ替えました。で、そしたら上がってる方の足を蹴ります。蹴ると同時にもう一回引きます。ワン、エン、ツー、こんな感じですね。はい、こっち向きでいきます。ワン、エン、ツーです。これを、繰り返しでやるとこういう感じになりますね。で、手は下ろしてていいです。はい、こっち向きでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、こんな感じです。これが、ポップコーンになります。本当に基本中の基本なので、まあこれをまずマスターしてください。ポップコーンだけできるようになっても踊れないんですよっていう人いると思うんですけど、ポップコーンだけで踊れます。なので、ポップコーンだけで、今の動きだけで、今の動きしか使わないです。で、アドリブで踊れるようになるためには、ダンスって動詞と強弱で向きですね。動詞っていうのは、投げる、持つ、しゃがむ、あと滑る、あとなんだろうね、走る、歩くとか、そういう動詞ですね。で、強弱っていうのは強いとか弱いとか中ぐらいとか、そういうのがまあ強弱なんですけど、まあ強弱はちょっと今日はね難しいんで、じゃあ動詞だけでいきましょう。基本的なやつで、飛ぶっていうのを使って、ポップコーンと飛ぶっていう動作だけでアドリブで踊れるようにしてみましょう。飛ぶっていう動きは、例えば飛ぶっていうのはこうでもいいし、例えばこうでもいいし、例えばこうでもいいです。後ろにこうでもいいんですけど、その飛ぶっていう動きを1回何個かやってみてください。今僕がやったのでもう4つぐらいやりましたよね。例えばこっちに飛ぶとか、こっちに飛ぶとか、トントンって飛ぶとか、上に飛ぶとか、もうこれだけで4つですね。で、この飛ぶっていう動詞とポップコーンっていう動きを組み合わせます。まずポップコーン、ワン、ツー、スリー、フォー、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、こんだけです。これでもう踊れてるんですよ。何言ってんのっていう人いるかもしれないんですけど、これね、ポップコーンしてただ飛んでるだけじゃんって思う方いると思うんですけど、これにいろいろもっと動詞を組み合わせていったりとか、強弱とか向き、左向くとか右向くとかっていうのもあるんですよね。これを全部組み合わせることで
アドリブで踊れるようになります。で今やったのがポップコーンと飛ぶ、飛ぶ方向とポップコーンする向きを組み合わせていきます。はい、いきます。まず真正面でポップコーンを1、2、3、4、5、6、飛ぶ方向をこっちに飛ぶ、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ次斜めにポップコーン、そしたら後ろに飛びます。ポン、1、2、3、4、5、6、7、8。こういう感じですね。これでもう飛ぶっていう動作とポップコーンっていう動作でアドリブで踊れてます。じゃあ音でちょっとやってみましょう。音楽がつくとなんかぽい感じがしますよね。でこれに今飛ぶっていう動作があったじゃないですか。この動詞を一つの動きに対してその名前がついてる動きありますよね。ポップコーンっていう動きだけでいいんですよ。ポップコーンっていう動きだけで、あとは動詞を付け加えるだけ。今飛ぶっていう動作をしたんですけど、例えば流すとかね、流すってなんだろうって考えるんですよ。流すってどういう動き？例えばこうとかこうとかこうとか、これ流すね。これ流すっていう動詞、まあ僕の中での流すっていう動詞なんですけど、これを音でやってみるとこんな感じ。はい、ポップコーンに動詞を加えてるだけでアドリブで踊れるようになります。大事なのは、名前がついてる動きと動詞と向き、これだけです。向きね。で応用で、強弱っていうのがあるんで、じゃあ飛ぶっていう動きだけ付け加えて、ポップコーンと飛ぶだけで僕ちょっとやってみるんで見ててください。感じです。ポップコーンと飛ぶ、この2つの動きだけしかやってないです。いや違う動きやってんじゃんっていう風に見えた方いると思うんですけど、それは強弱なんですよね。強弱で違う動きに見えるだけで、これも飛ぶ動きだし、これも飛ぶ動きだし、これも飛ぶ動きだし、人によってはこれを飛ぶっていう風に見えない人もいます。それは人それぞれ見え方が違うんですけど、アドリブで踊れる方法は名前がついてる動きに動詞を付け加えて向きを変える、この3つですね。
はい。なので最後にポップコーンの動きだけで動詞をいろいろ付け加えて最後に踊ってみたいと思います。今アドリブで踊ってます。ポップコーン、動詞、向きですね、この3つ、ぜひね参考にしてみてください。スマップの木村です。